ナイス DTM、今回もご視聴ありがとうございます。今回もなんと引き続きね、前回に続いてミーベルさんゲストにね、ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。お願いします。あのミーベルさんの動画はこのチャンネルで公開したものと、さらにね、機材トークとしてプラグインのお話とか機材的な話はなんとミーベルさんのチャンネルの方で、はい、紹介させていただいているので、概要欄からぜひ見ていってくださいね。前回音楽のきっかけとかプラグインの話したんですけど、興味深いですよ。プロデュース論ですよ。とあと作詞とか、はい、そう、どのようにして、やっぱりそのミエルさんって自分でももちろん自分の活動もしつつも楽曲提供されてるわけなんですよ。はい、ということは視点って多分違うような気がすると思うんですよ。特にこのチャンネル見てる方々は自分でも表現されてる方もいれば、誰かに曲を提供したいっていう方もいると思うんですよ。なのでその方々に向けて何かそのプロデュースしてる時に気をつけてることを教えていただけますか。はい、プロデュース、なんかそのがっつりプロデュースっていうよりは、はい、作曲依頼プラスアルファみたいな感じで言っていただくことは多いんですけど、その時に気をつけること、だから私はプロデューサーとしてがっつりやるんだったらまた話はちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、私流の考え方としてはやっぱそのパフォーマンスする方の気持ちが第一っていうのがすごい。なるほど。気をつけてます。やっぱりあの、うん、発信する人が心の中に何か疑いを持ってたりとか、本当はこんな曲歌いたくないのになんか知らないけどこのなんかこのジャンル歌わされてるとかなると、やっぱ伝わっちゃうと思うので、ご本人の希望を一番優先にして、あなたはこっち歌った方が生きるわよみたいな気持ちはわかるけど、やっぱりその本人がやっぱ気乗りするものをやるっていうのが一番大事なのかなっていうがまずその一つと、あとはそのご依頼をいただくことって本当にありがたいじゃないですか。ですよね。もうやっぱ嬉しくなっちゃって、ミーベルさんに作ってほしいとか言われると、って小躍りするんですけど、でもちょっと一旦冷静になって、もし無理なご依頼をされた場合とか、自分に自信がない依頼をされた時、無理やり作って自信をつけるっていう風になりそうだったら作ってもいいと思うんですけど、明らかに自分の感覚外というか、例えば私の場合はサンバを作ってくれとか、もし言われたら、もし言われたら多分もっと上手にサンバを作れる人がいるだろうしっていうのがあるから、できないことは、もう心をぐっとこらえて、できませんって恥ずかしがらずに言う、っていうのがやっぱすごく大事にしている。それ素敵かもしれないですね。やっぱこうなんだろうね、スタンスの違いですよね。そのやっぱその職業作家さんっていうのと、アーティスト兄貴での作家さんの考え方の違いというか、確かに依頼されたらできるだけやりたい場合は、やったことないジャンルでも調べながらやるっていうのも一つだとは思うんですけど、やっぱね、その無理してやるならばっていうのもありますよね。そのなんかミーリアルさんならではの、依頼した人ならではのサウンドが欲しいっていう場合は喜んで要素は取り入れるけれども、そうです、そうです、っていうことですよね。そう、あの私に作曲の依頼をすると大体変チクリにしちゃうので、あ、そうなんですか。だからそれ変にしてほしいみたいなご依頼が最近増えて、あ、すごい、すごい、すごい、はいはい、で私はもう変な曲に特化してやっていこうかな。でもどんどん転調するし、あ、すごい、すごい、はいはい、なんか変な要素もどんどん入ってくるみたいな。だから逆にできないものは、いやごめん申し訳ないけどこれに関してはあの人に頼んだ方がいいかもしれないよとかいうのを、ね、本当はお仕事をたくさん受けたいですけど、それが今後の信頼につながっていくと思うので、ですよね、やっぱできないことはちょっとこれは私は自信がないし多分満足できるもの作れないから、あの人はどうとか、だからそういうためにも。いろんな方、ネットワーク、ネットワーク、あ、なるほど、なるほど、だなっていうふうに思ってます。いや、まさにこれライフハック的なところです、つながりますよ、皆さん。あの、繊細すぎると疲れちゃうかな。そう、頑張んなきゃってなると繊細2人繊細だからね。そう、自分で言うとあれですけど、さっき判明したんですけど、繊細だということ、繊細さん、お互い繊細さんだということ。あれ、あともう一個、実務的なことなんですけど、
あの打ち合わせをしてた時に言った言わないっていう、まあ、どこの仕事でもありますけど、必ずどんなにその信用してる相手でも、信用してる相手だからこそ記録を必ず残すようにしています。お互い共有のこういうことで合ってる、だから LINE のノートでもいいし、これでいいんだよねっていうのを必ず確認しないと、曲を作り始めて完成してってすごく時間と労力というか力を使って、これでどうって出したのに、え、なんか違うとか、こうじゃ、ここはこうじゃないとか後から言われたりとかすると、とても、ね、リテイクとかね、またそうそうそう、また料金も変わってきちゃう、そういう可能性もあるから。そうです。だから、うん、あリテイクの話を お仕事もらった時に嬉しくなって、リテイクの話をしない方が結構多いんですけど、必ずリテイクの話と条件は、ちょっと実務的な話だけど、した方がいいと思います。だからリテイクは例えば1回までだったら込み込みですけど、2回目からはこうなりますとか、やっぱりそれだけで相手の心構えも違うし、1回目のオーダーの時の本気度が変わってくるっていうことですよね、はい、どうしても音楽制作ってやったことがない人ってしょうがないことなんですけど、イメージが湧かないからなんかこうなんか作れちゃうんだろうなってイメージを持たれてる方多いんですけど、実際の作業ってね、あの DTM の皆さん分かると思うんですけど、かなり知識と時間を利用するものなので、だから1週間で作れたとしても、その1週間で作れるようになるための基礎知識っていうのがすごくあるので、そこのところをクライアントさんが理解してない場合は、あの平たく説明するのもありなのかなって、ありかもしれないですね、理屈をちゃんとね。いや皆さん本当大事です、これあの現場の声だからこそですよ、本当に。そう、あの本当大事、リテイクの回数とか、そうしないと、あとでね、おっしゃっていただいたようにおかしなことになっちゃうので、はい、ね、響きますから、いろんなことに。そうです、そうです。より良い作品を作るためにも、はい、1回目のオーダーで、できるだけたくさんのご要望を聞いておく、ね、で、齟齬が出ないようにしておくっていうのが大事だなって思います。ね、覚え書きもしっかりと書いておくと、はい、タイムリーにもありました、あの最近。覚え書きは書いておきましょうね、みたいな流れがありましたから。まずそこ先行にしましょうといったところとですね、さらにもすごいいいね、これだけでも素晴らしいお話なんですけど、ちょっとね、そのプロデュースといったところで、ね、作詞とか、はい、その相手の声をどういうふうに生かすかとか、はい、そういったところをちょっと意識しているところを聞きたいんですけど、どんな感じですか？作詞の流れが作詞家だけやってる方とはまた私は違うんですけど、私作詞と作曲を大体同時にやってしまうんです。なるほど。で、あのまず自分の曲を自由に作れる場合っていうのは、自分で文字数を気にしないで 作詞っていうか詞を書くんです、ね、文字数何にも気にしないでキーワードだけでもいいから詞っぽく書く。でそれでストーリーをまず決めておいて、でその中からキーワードって大体出てくると思うので、それを使ってなんかこのポイントとなるキーワードにメロを乗せるんです。その発音の起伏、はいはいはい、上下あるじゃないですか。単語のこれがイントネーションに合わせてメロを1個決めたりとかして、でそれに合わせてメロを作っていって、でそうすると作詞と作曲同時にやってて便利なのが、語尾が例えば文字数が合わないとか、あと語感がおかしいとかなった時にメロも変えられる、歌詞も変えられる。はい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 、確かに。そこがすごく臨機応変にやれるのが作曲家の初見乱用かなって。あー、いいですね。思ってるんですけど。はいはいはい、確かに。だからあのもし作詞を他の方がされる場合っていうのは、必ずキーワードを先にいただいておきます。だいたい3個から、まあ、5個10個ぐらいまでに収めてもらって、その方がイメージしているキーワードを聞いておくと、曲のイメージも湧きやすい。ああ、なるほど、これ勉強になるぞ。のでその作詞の時は私はそれを気をつけているのと、はい、あとその語彙を増やさないと、作詞って似たような感じになるじゃないですか。確かに確かに確かに。私は人のこと言えないんですけど、大体こう夢と希望と愛と光とか、ね、なるでしょ。ありますね、光があって。そうそうそう、なるじゃないですか。あ、そう、佇んじゃう。
じゃないですか。ドタすんじゃうから。そんな時に私はシソーラスっていう類語辞典、ネットでシソーラスってカタカナで検索すると出てきますけど、シソーラス、はいはい、はい、シソーラス、あの、で出て、あの、そうすると類語、同じような意味なんだけど違う単語っていうのがすごい出てきて、私暇つぶしにシソーラス辞典を、あ、いいですね、移動中とかこう見て、うん、知ったりして、だから例えば愛していますみたいな、なんかそういう歌詞出たすぎるなって思ったら、うん、シソーラスで検索してみると、うん、わかんない、なんか お慕い申し上げますとか出てくるんですけど、まあ、それが曲の歌詞に合うかどうかはさておきとして、うん、そういうのもあるよっていうのが頭の中にあるだけで語彙が全然違う。そうですね、あれ使おうってなりますね。そうそうそう、なんでシソーラスがすごく便利だっていうことと、うんうんうん、今日持ってきたんですけど、すごい準備がいいね。これ感情言葉選び辞典、ちょっと一時ね、あの品薄になってたんですけど、これあの単語わ、例えばなんかここに心とか書いてあるんですけど、心ってこういう言葉にも置き換えられるよねとか、あ、そうそうそう、あ、なるほど、置き換え、はいはいはい、なんかこういうのもペラペラって見てると語彙が増えるのですごく参考になるし、あとは、まあ、わざわざ本買わなくてもいろんな人の YouTube 見たりとか、友達と話してる時にも多分自分が一生使わなそうな語彙を使う人とかあ、います。そういう人の YouTube とか、まあ、友達と喋ったりとかして語彙を盗む。なるほど。なるほど、なるほど。そうすると多分いろんなのが融合して唯一無二の、なんだろう、愛という夢、希望だけじゃない自分らしい歌詞が書けるのかなっていうのが持論です。ああ、まさにね、前回動画でも話したアンテナを張るっていうのにつながってきますよね。いろんなジャンル。なるほど、勉強になりますね。皆さんシソーラス検索しましょうね、はい、となるとそれに付随してやっぱりシソーラスを見るぐらいだから、それプラス提供する方の、がいればその方の声質も加味して、はい、響きとかもやっぱり選ぶ、ね、そうですね。あとちょっと小手先テクニックとかになりますけど、あの、んんんってあるじゃないですか、五十音の最後の、うん、はいはいはい、あれで長く伸ばすような曲はとても歌手にとって歌いづらいので、それの記憶とか、この人はアダン、イダン、ウダン、エダン、オダンの中の、うん、オダンの中のどの声が一番響くのかとかいうのも考えたりとか、うん、なるほど、その方が歌ってる普段の曲を聴かせてもらって、 そこから判断する。そうです、でそうです、はい、これは苦手だなとか、うん、ここでひっくり返るのなとか、うん、キーとかね、それこそそこで判断するっていう、そうですね、そうですよね、はい、なるほど、これはちょっとお宝がザクザクでしたね。そうですか。ですよ。ということでね、本当に、今回の話はまさにプロデュース論から始まって、覚え書きは大事ですねっていう、本当に事務的な、実はそういうところも大事なので、そういうところと、さらには歌詞のね、思想を出すとか、そういう本とかを使って語彙力を増やすという話ですね。もうお宝ザクザクでしたね。本当に皆様を参考に、僕も勉強になりました。参考にしていてくださいね。ということで、ね、このみゆるさんの YouTube チャンネルのコラボ動画もありますので、概要欄からぜひチェックしていってくださいね。はい、いろいろキックに質問をしちゃいたいと思います。ですね、質問されます。はい。ね、機材トークにありますのでね。じゃあ、今回もゲストありがとうございます。ありがとうございました。また次回もご覧ください。ナイス DTM。